テステステス、ワン、ツー、テス。はい、えっ、ー、と、ちょっとこう、7時になりました。えー、2月の25日、第4、水曜日ですね、はいえー。定例のユニタイムズ講演会ということで、えー、早速あの始めていきたいと思いますが、えー、っと、今日のテーマはですね、ここにも書いてますけれども、 科学と宗教が人類に侵してきた題材えというまあそういうあのテーマでいきたいと思いますけれどもえホワイトボードの方見えてますかねあの文字の方ちょっと細いかなはいうん大丈夫でしょうかえ今日の予定ですけれどもまあおおよそいつもと同じですけれどもだいいたあの前半と後半という感じでえまあ前半 1> 約1時間それから少し休憩して、えー、後半1時間でその後少しいい、ま、休憩してから、ま、最後はのチャットになりますけれども、ま、質疑応答という、ま、そういう、えー、時間、ま、今日のスケジュール予定ですね、はいえー、というような形でいきたいと思います、はいえー、それではじゃあよろししくお願い,いたします。 まずあのテーマにありますこの科学と宗教がですねこの人類にまあ犯してきた題材ということでですねまああのピンと来られる方もいればまあそうでない方もおられると思うんですけれども今日今の我々が住んでるこの2015年っていうのはですね まあの方やその科学万能主義っていうんでしょうか、まあ、その科学の発展っていうものがですね、えー、非常にあの目覚ましいところがあって、えーまあ、どん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 新しいその発見やですね、えー、研究成果というものがこの上がってると思うんですけれども、えー、じゃあ そのの科学っていうものは本当にこの人類にとって、えー、有益なものとなっているのかどうかそういったところについて、えー、まずあの考えていきたいと思いますしそれからあのもう一つはですね、えーまあ、宗教ということですけれども、まあ、その宗教といえばちょっとこの科学があの今日まで追求してきた世界と まあこの少し違う部分があるわけですけれどもただあの現代においてはまあ宗教科学みたいな感じでこの精神世界に関するその学問っていうんでしょうかねえ科学というまあそういうその分野も今出てきてますのでですからえ先ほど科学と言いましたけれどもこのまあ単なるその科学っていう観点という えーまあ、言えばですねちょっと語弊もあるかもしれませんけれども、まあ、その物理学とか、あのー、量子、えー、学っていうんでしょうか、まあ、そちらの世界とそれからまあ、あのー、本当に宗教精神世界を扱った宗教、まあ、そういうこの2つで考えていただいたら、まあ、いいかなと思いますがその宗教においても特に、えー、今日はそのスピリチュアル系とかよく言われているようにですね、まあ、その精神世界 そういったことに対するその情報とかですねいろんなそのメッセージというものがこのインターネットを通じて、まあ、多くの方が結構あの配信していたりしているわけですよね。ですので、まあ、本当にその科学それから宗教あるいはその哲学スピリチュアルな世界それぞれにそれぞれの立場で えどん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 この突き進んでいってるわけですけれども果たして本当にそれがあの正しい姿なのかどうなのかそしてそれらが本当に人類にとって有益なものになっているのかどうかまあ結論的にはテーマのようにまあ犯してきた題材ということで人類をその幸福に導くと。 いうよりはどちらかというと多くの問題を残してきているし、えー、今もその多くの問題をですね人類に与えている、はいえー、じゃあどういうようなことなのかということで、えー、今日はその考えていきたいというふうに思います、えー、ちょっと待ってください えーまあ、画面のカメラがですねちょっとこの露出の方があの、えー、オートになっている関係でねちょっとこう明るくなったり暗くなったりする感じで見にくいかもしれませんけども、えー、はいちょっとその辺はご了承くださいませ、はいえー、それじゃあまずですねその科学というところからちょっとこの見ていきたいというふうに思うわけですけれども、えー、科学がこの人類に、えー 残してきたあるいはその犯してきた題材っていうものがですねえどういったものが一体そうなんだろうかっていうことですがえまずですねえっとはいえー科学ということですけれどもえ科学というのはですねえまずあのー どういうふうに言うことができるかというとその物質世界ですねえ、まあ、先ほどあの精神科学宗教科学というの話しましたけれども、まあ、基本的にはその科学というのは今日までですねあの物質の世界に対するその追求っていうものをしてきたわけですでこれはまあ今日に始まったわけではないんですけれどもねえ特にやはり この科学の進歩っていうものが著しいのはやはりここ100年ぐらいの間ではないかなというふうに思うわけですけれどもこの物質をあのずっとこう学問してきたわけですけれどもまあその結果ですね大体この人々たちのこの考え方あるいはその価値観というものが物質中心主義っていうんでしょうかねまあいわゆるもの物が豊かになれば 人間というのはその幸せになれるんだというようなそういうこの価値観っていうものがですねえ人々の中に定着するようになってきたんですね。で特にですねこの物質中心っていう考え方っていうのはですねこの東洋というよりもこの特に西洋 西洋を中心にして、えー、まあ、広まっていったのではないかというふうに言えるのではないかと思うんですね。で、この物質中心というそういうこの考え方っていうものが、まあ、どういうふうにさらにこの発展していったかというと、最終的には唯物論あるいはその唯物思想 物思想ですねこういったものをあの生み出してきたわけです。でみんながこのねあの宇宙の根本っていうのは一体、えー、何なんだろうか、まあ、そういうふうな、えー、疑問を持つ中で最終的にその科学万能主義物質中心主義っていうものが唯物思想っていうものを生み出して最終的にその霊的な存在あるいはその神という存在っていうものに関しても その物質が精神を生み出す。物質が先にあって、えー、それからその精神が次にあるというような、えー、考え方に陥っているわけですけれども、いわゆるその神とか、そういうこの、えーまあ、宇宙の本質的な部分に関してですね、人間の脳というものが、いわゆるその物質的な存在ですね、人間の脳が作り出したものである、生み出したものである。 まあもっとこう簡単に言えばですね最終的にその神とかそういったあの例の世界そういったものっていうのはえ人間のこの脳があの作り出したものであってえ実際には存在しないんだというようなあところにまでこう行き着いてるわけですねですのでまあここにおいて唯物思想がもたらしたものというのはえ神のまあ否定というところが まあもちろんあのー、おっちゃん理論っていうんでしょうか、えー、おっちゃんから言わせると確かに、えー、今今日いろ、まあ、んなねキリスト教とかユダヤ教とかイスラム教まあ他にもいろいろ様々ありますけれどもそういった中で言っているようなその神っていうものはあのー、僕もそれはあのー、いないと。 あるいはちょっと違うんだというふうにまあ思うわけですけれどもここでその神の否定という中での神っていうものをこの第一原因として宇宙の第一原因としての存在えという観点で言うならばですねえその存在はあるんだということですねですからそれが最終的にこのないというところにまでえこの行き着いたあるいはその人類をそちらに引っ張っていった っていうですね、えー、このことがまず今のその科学がもたらした題材、えー大,まあ、大きな罪というふうに言、えー、うことがあのできるわけですね、はいえー。まあこの辺よろしいでしょうかね。そしてまあそれでつあの付け足して言うならばですねあのこういったこの科学の発展っていうんでしょうかねあるいはその物質中心っていう ような方向にどん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 この流れていくようになったその原因っていうものをまあいくつかある中で一つ挙げてみるとですねそれはやはり、あのー、ちょうどまあ今から2000年前イエス・キリストが誕生してそしてまあ約ですね、えー、紀元、えー、紀元ですかねあの400年西暦400年ぐらい にえー、ローマにおいてキリスト教というのが国境になってでそれから今日までそのキリスト教を中心としたその法王たちその法王たちの,そのいわゆる、まあ、の堕落っていうんでしょうかね、えー、不平堕落っていうんでしょうかそういったものによって、えー、人々たちはですねますますその神というところから離れていくようにもなったし えー、ますますその神ではなくてそういった物質的なものを、あのー、求めていくようにもなったっていうことも言えるわけですね。ですからそういう意味で言ったらその科学というものをどん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 この中心に,、ねえー、中心に置くようになっていった原因っていうものがあ一つにはその宗教あるいはそのキリスト教っていう中にも、えー、その原因の一端があるということも、まあ、当然言えるわけですね。 でそのいう中でですねずっとこういう流れがきてこの,あの遺物思想っていうのがありますけれどもそしてその神の否定っていう中でこの遺物思想の結果を生み出されたものが、えー、今日いうところの共産主義と、えー、いうことになるわけですね。えー、共産主義。まあここのの共産主義といううに関してはですねもう、あのー なんて言うんですか今のこの我々の自由主義というこの世界ですけれどもこの自由主義という世界においてもこの我々のこの経済システムというのは今資本主義なわけですね。この資本主義っていうものもですね最終的に、えー、このもう正確な観点というんでしょうかねそういうふうに見ていったらもう共産主義と変わらないんですね。資本主義主義義共産っていうかももしれないけれなけども 今の資本主義っていうものも共産主義なんですね実際のところでこれはこの日本においても最終的に、えー、同じなわけですね、はいまあ、こういうこのね、えー、神第一原因っていうものは存在するにもかかわらずそれをこの亡き者にしてしまったってですね、えー、神は死んだっていうようなことを言わ,言わせたりとかですね、えー、神はいないんだっていうふうに言わせたり してきたわけですねそして人々たちがですね物が豊かになればあるいはそのものイコール資本主義そしてそのお金ね成功哲学といえばですねいかに財を築くかというですねそういうこの人生観になってるわけですねこの成功っていうところ人間の成功っていうのは一体何のか何かこの人間の成功っていうのはいかに えー、財を築くかあるいはいかに、えー、富を得るかこれが、あのー、成功の定義っていうふうになっているわけですよ。で実際に本当にそうなんだろうか、ね、もうそろそろあの人類はですねあの気づかないといけない、えー、成功っていうのはそういうこの財があるいは富が豊かになっていくことが成功ではないんだと。 いうことに気づかないといけないいいとけけわですねこれはもうこのね国際金融マフィアと言われているようなロスチャイルド家の人々もそうですけれどもあるいはロックフェラー家の人たちもそうですけれどもあるいはもっと言うならばですねそのイギリスの、ね、王室においてももうあのその人間の喜び幸せっていうのは一体どこにあるのか。 ということをですねこのきらびやかなその生活の中に、えー、あるんではないということを知らないといけないですしそれからあのもちろんこれはローマ法においてもそうですねでこれはまあその王室とか、えー、ローマ法とか。 あるいは日本の皇室もまあもうそういったものでしょうけれどもねまあそれ以外にも日本にもこの財閥と言われている中で三井三菱とかもうそのいろいろありますよねそういうその財閥の人たちもですね人間っていうものは一体何のために生きているのか何が人間の本当の喜びであり生き方であり何が成功なのかいかに生きるべきかこういうことにもうそろそろねあの気づいて言っていただかないと。 いいいけないと思いますで今まだちょっと科学っていう話からここに来てますけれども、えー、それは科学っていう中だけではなくて本当にそういうこの成功っていう意味から言ったらですね今日のその宗教指導者たちですね、えー、ほとんどがそのもう、えー、本質自分たちの役割それを果たすというよりはもういかにお金を集めるか。 いうそういうところに奔走しているというのがまあ現実ではないかなと思うわけですね。はい、えー、そういうことでですねまあ、科学というのは最終的に神の否定というところにまで行ってしまったということなんですね。これがまあ科学におけるまあ一つの大きな題材とそして共産主義というものを生み出してきた、えー、そして人々たちの価値観っていうものをですね えこういうこの財や富そういったものにこの成功でありその人生の本当の幸福っていうものがないにもかかわらずそこに人々たちをこの引っ張っていったというえこういうこのねえ大きな過ちが今日まであったわけですね。それから次にはまあその宗教まあ,あの宗教に限らず哲学という表現を使ってもいいわけですけれども。 でこの宗教っていうのはあのこちらが物質中心主義っていうものに関してえもちろん霊的なものえあるいはこの精神的なもの物質と精神どちらが重要かといえばこの精神中心ってうんですかねえというようなまあ,あの思想なわけですね。ですから特にその神 あるいは第一原因っていうものをこの人々たちにえ訴えあるいはそれを広めていこうとしてきたわけですしまあそれぞれのその宗教においてそのポイント的なところっていうんでしょうかねまあ特色っていうんでしょうかそれはまあいろいろこの違いどもですねほとんどのその宗教っていうものにおいては先ほど言ったような富やこの財こういったものをこの蓄えましょうね えー、富みましょうというような、えー、そういうその価値観にはまあ当然至らないわけですね。でどちらかというとその真逆であったりもするわけです。で貧しいものがいいあるいは質素なものがいいんだとか、えー、いうわけですけれどもね、えーまあ、そういうその精神中心主義っていう風なあ中でまあその唯物論っていう観点から言ったらまあ唯心論と。 いいいううよなまあかねえこちら有意思想と書きましたけども「唯、ま、心、あ、論」という、えー、ところに至ってきたわけですね。でこの「唯心論」というところに至ってきたんですけれどもこの科学はですねどん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 このね発達し発展しそして世の中を切鑑するようなそんなこう価値観が生まれていく中で。 この宗教というものはこれはもうユダヤ教にしろイスラム教にしろキリスト教にしろもうあの新興宗教というねいろんなものがありますけれどもそれらがですねその科学の世界で神がいないというこういう結論を出した中でね精神ではなくて物質物質から精神が生まれたというそういうこの理論に対して。 立ち打ちすることができない状況にあるというのがこの今日のこの宗教ということなんですねまあもちろんそのね、えー、なんか幸福の科学という名前を出しちゃったらどうなのかと思いますけれどもその、えー、宗教なんですけども科学という名前を使ってねいろいろこの論じてはいるわけですけれどもまあ本当の意味でその科学が打ち出している理論に対して 特に、えー、この中の共産主義理論というものがありますけれどもねその共産主義理論というものに対してそれを克服することのできるようなものを今日のさっき言ったユダヤ教でありキリスト教でありイスラム教でありこの打ち出すことができない、えー、これはまあちょっと失礼なことを言えばその創価学会ね、えー、かなり大きな、えー、勢力を持ってますけれどもそこにおいてさえも太刀、えー、打ちできない、えー、かなりまあの理論的にはですね まあ僕も読んだことありますけれどもまとめられてはいますけれどもまだ本当の意味では足らないっていうことですね。えまあ、ただ過去の仏教っていう教えの中から言ったら祖価学会でこの打ち出しているあるいはこの,、えーまああの論じている内容っていうのは確かにあのすごくまとめられていて素晴らしいものがあるとは思います。 しかし、えー、この科学っていうものに対して神はいないそういうところに対して、えー、神がいるということをこの理論的に証明することができない状態に、えー、あるわけですね。でそういう中でですね、えー、まあいわゆるその感性でとかですね感覚でとかですねあるいはそのとにかく信じるんだとかですね、えー、そういうふうな 形でしか人々たちをこう導いていくことができないというですねあまりにもその今日の科学が発展した世の中にあってはその無力な存在になっているというのがこれが現状なんですね。そしてそういう中でこのキリスト教にしてもそうですけれどもね他のまあその宗教にしても大体そうですけれども神の名を唱えながら 結局その神の願いあるいは自分たちが果たさなければならないその役割っていうものをえ果たすどころかですねまあ言ったら神という名を名乗りながら神を信じながら結局神を否定するのではなくて神を認めながらも神をこの冒涜するあるいは神に対して配信するようなえそういう今立場に立ってるわけですね。 そしてもちろんその唯物思想共産主義思想に対して太刀打ちすることのできない、まあ、そういう無力化もう本当にあの形骸化されたって言われている言葉がもう本当にもうそのまま当てはまるような状態なのが今日の宗教ではないかというふうに思います。だから今人類が抱えているいろんな多くの問題っていうのがありますけれども何一つ解決することはできない。 アメリカにおいてもそうですね、あの人種問題。まだまだその黒人差別っていうものがですね、えー、もう横行しているまあそれだけじゃないですね貧富の差が、えー、多い中で、えー、本来、えー、あってはならないような特にアメリカなどはこのキリスト教精神に基づいて、えー、建国された国であるわけですよね。ですからそこに、えー、愛の教えの実践いう っていうことになってくればですねお金がないから、えー、まともな医療を受けることができないなんていうですね、まあ、そういうこの状況を作ってしまってはいけないはずだと思うわけですけれども実際のアメリカの現状っていうものを見たらですねもうどうすることもできない状態にあるわけです。それは家庭の崩壊に始まってそれからフリーセックスの問題であり麻薬の問題であり 教育の問題ででありですね、もうさまざまなものがもう手をつけられない状態正しい方向に導くことができないそういうこのもう状態に陥ってるわけですねそしてどん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 その共産主義思想というものにやられていってまあここまで話が来るとですね、まあ、あの今日のこの政治経済経済うんというよりも特に政治の問題にもこうなってくるわけなんですね実はね。 これはあの今イスラム国とか言われてますけれどもその背後でねこの暗躍しているそのまあ勢力っていうのがあるわけですけれども最終的には今言ったようなもうちょっとこの話をずっと続けていけばその背後にまあつながっていくような内容になっているんです。これは全部あの宗教の無力化からこの来ているものっていうのがこうあるんですね。 えまあそういうことでですねここでえ言うならばこちら神の否定ということでしたけれどもえ神へのまあ配信ということがあの言えるんじゃないかと思いますね。神への配信はいえまあ今簡単にざらっとねあの行きましたけれどもこの科学それからこの宗教。 はいえー、科学と宗教というものが、えー、人類にもたらしてきたあるいは、えー、犯してきた題材っていうものは、えー、最終的に人間をこの幸せに幸福にしていかないといけないにもかかわらず人類を不幸に陥れている元凶にもなっているということですね。で本来宗教がですね正しい方向性を導いていくことができるならば。 その科学によってもたらされた成果というものをこの人類の平和や自由や幸福のために用いることができるわけですけれどもこの日本においては例えばこの第一次世界大戦そして第二次世界大戦っていう中で特にこの第二次世界大戦日本にはですねあの原子爆弾というものが2発も投下されたこの原子爆弾を作ったのは科学者 なわけですねでその科学の力によって生み出された原子力っていうものが平和利用されるのではなくててて戦争の道具としし使われてしまっていいるこういうまあ,あ,の現状があるわけです、まあ、それはもう科学の弊害っていう中で言えばですねその医療医学っていう世界においても最終的には、えー、そこに行き着くわけですね。 え結局その人間っていうのは何かっていう中でその宗教において人間の本質っていうものをこの明らかにすることができないのでねえ何かといえば脳死っていう問題ですあるいは臓器移植っていう問題ですあれは今はまだえ大きな問題としては取り上げられていないかもしれませんけれどもこれはもう遠からずもうあとねえもう数年もえしないんじゃないでしょうかね。 人間というものが何かということがえ分かってくることによってこの脳死っていうものがあの正しい人間の死というものではないんだとかあるいはその臓器移植っていうものの恐ろしさあるいはあの倫理道徳っていう観点から言った時のその臓器移植っていうものがいかにえ人間の生命人権 というものをこの無視したものであるかということにえ気づくようになるわけですね。で今日、その臓器移植とかいうものがですねまあ認められている背景にはですね、その臓器移植がえーいいものだというふうにまあいわゆる簡単に言ったらまあ洗脳されているわけですね。はいまあ、人のためにもなるということになるわけですけれども、本当の意味で言ったらまだ当人死んでない。 そういういいい中で臓器移植が行われていってっる恐ろしい、まあ、現状にあるということが言えるわけですね。はいえー、今簡単にね、えー、この科学と宗教というものに関しての、まあ、その題材ということでお話し,まあしてきましたけれどもそして人間をこの科学と宗教っていうものはですね幸福や自由や平和 の方向に導いていかなければならないっていうようなこともまあお話ししてきましたけれどもまあその根拠になることえ根拠になるものっていうんでしょうかねえ宗教の役割科学の役割っていうものがえどういうところにあるのかっていうことをちょっとこの前後しましたけれどもあのそのお話をですねちょっとしていきたいというふうに思いますでまずあの まあ最近あのよく描いているえ人間の絵ですけれどもえこれ一応人間だというふうにねうちょっと首があってえ人間なんですけどもえ人間にはですねあの心があってそれから体があるとまあこれはあの大体この宗教科学関係なく一応はえ皆さん共通認識として。 まあ認めていただけるんじゃないかと思うんですけれどもねでその心っていう時にですねあのこの心にはですねまあ地上意という働きが機能がまあ,あるということがまあ言われておりますけれどもえそれからこの体っていうところで言えばですね意それから食そして銃 まああととこれちょっとまあプラスアルファするとするならばこちらに「まあいい食獣、性」で「性」っていう中にこちらは「このまあ愛」というふうにまあ言っときましょうかねえまあこういうふうにしてですねあの人間には心と体っていうものがあってで心っていうのはこの地位上位そして体っていうのは「異食獣」っていうものをまあ,あの追求するようになっているということなんですねで、えー この心と体っていうものがあってまあ人間だということですがまずその心と体の話を今少ししましたけれどもここでえ一つですねちょっとこのはっきりしとかないといけないことがえあるわけですでそれが何かといえばこの心が主体で体が対象なんだということなんですねえ体が主体で心が対象ではないということなんです だから地位上位っていうものがあってそして異食獣っていうものがあってじゃあどちらを優先すべきなのかどちらがより本質なのかという時にですねえ異食獣性っていうものがこれが主体でそのために地位上位愛っていうものがあるという考え方じゃないということですねこの地位上位愛っていうものがこちらがあの主体であり そしてこの移植住性体に属する部分っていうものがえ対象であるんだということこれをまずですねあの明確にしておかなければいけないと思うわけですねえそしてこのじゃあ移植銃性っていうものは一体何のためにあるのかねえまあすべてこれはあのー 体を守り体を保護しえそして体が成長していくものあれ、体の安全っていうねそういったものをまあ維持するためでもまあ,あるわけですけれどもえそれだけじゃないんですねえこの目的っていうのはこの心が目指している心が求めているもの心が追求しているこの地上位愛というものですねこれを達成するための土台これがえ体であるわけですのでね でこれを達成するための、まあ、土台として、まあ、いわゆる補うためっていうんでしょうかね、えーまあ、サポートするためそのために、えー、この体っていうものがあるんだということなんです。ですからこの衣食住性っていう中にですねこの地位上位愛っていうものをこの無視したあるいはそれをないがしろにした衣食住性っていうものは、えー、ないんだということです。 例えば地上異っていうこのいっていう中でね例えばこのいっていう中にはねあのまあいわゆる善あるいは正義とかまあそういったものもあるわけですけれどもこの異色受性っていうものをこれを求めるためにこの善あるいは正義っていうものをあの犠牲にしちゃいけないんですね。ですけれども今日の人間っていうのはねこれさえももう動物と一緒なんですよ。 でこちらのこの異植樹性、この体の求めているものっていう、このまあ機能って、機能ですね、別な表現でまあ言うならば、本能というふうに言うこともまあできるかなと思いますね。本能、ちょっとこちらに書いておきましょうか。本能ですね。はい。で、こちらのこの地位上位愛。 こういったものを本能というものに対してまた別な表現で言うならば本心っていう表現でありあるいはまああの良い心とか言って良心って言うんでしょうかねよく良心の呵責とかっていう言葉を使ったりしますけれどもまあその良心というふうに一応しておきましょうかねでそういう中でえその 動物と人間の違いっていうのは一体どこにあるんだろうかって言った時にこの良心と本心っていうこの違いっていうふうに考えてもらったらいいと思うんですねどういうことかといえば動物というのはですね基本的にこの異食獣性っていうんでしょうかこういったものが本能の中に備わっていて本能の中でえそのそれが自立してそして 生存してていいくようにこうになっているというわけですねですから動物の中にこの地上意というものを自らの,その自由意志の中で求めるということはありえないんですね。全てがその宇宙の原理原則の中でその原理というものの中で生きるようになっているわけですね。だかからあの例えば犬とか 猫とか、まあ、馬とか牛とか豚とか、まあ、いろいろこう、えー、ある中でですねこう、善に生きるべきか悪に生きるべきかとかですね、そういったその観点での自由意志っていうのは持ち合わせていないんですね。誰が何かを見たときにこれは真理であるか、あるいはこれは偽りであるかとかですね、えーまあ、そういう風な、えー、感じでのその自由意志っていうものは持ち合わせていないんです。えー、だからといってね、 えこの人間のその地位上位っていうものに対応する心みたいなものを持っていないのかといえばあのそれははまた違うううんんででですすねねそそいいことなの辺はちょっとまあ誤解のないようにしていただきたいと思いますけれどもはいえそういうことでね先ほども言ったようにですねだから現代人っていうのはこの本能のままに生きていると言ってもねあのいいぐらいなんですね。 本能のままに生きている。それしか生きる術がわからないというかねでなぜこういうふうになっているかっていうことのその、まあ、題材さっきも言いましたようにねそれがこの宗教が犯してきた題材でもあるわけですね。そしてまた、えー、科学が犯してきた題材でもあるわけです。 はい、でその科学と宗教っていう話の中でえちょっと次進めていきたいと思いますけどもでこのね、えー、人間の本質っていうのはこの、えー、地位上位っていう中にあるわけですね地位上位、はい、地位上位っていう中にあるわけです、はい、でこの衣食住っていうものもですね、えー、この地位上位っていうものが主体となって現れてくるわけですねだからこの服を着るっていうのは何もただ単にですね体の暖を取るとか あるいは体の体をですね、保護する、守るとか、そういうことだけのために、衣食住というものが、いというものがあるのではなくて、人間がその衣という中にはですね、さらにその、よりまあ美しいもの、まあ、ファッションという世界がそうですけれども、そういうそのファッションというような観点ももちろん持ち合わせた衣ということになるんです。ですから、この心と体の,この主,、えー、主体と対象っていう、 この関係なんですけれどもねえこれはえこちらが主体ではなくてこちらが主体にあってそしてその土台としてそのもとにこのいい植樹というものがまあ,あるんだというこの辺のところをですねこの位置関係これまずあのしっかりとしていただきたいんですけれどもまあそういうことでえ主体はこの心。 とということですね主体は心そしてこの地位上位という,うものであってでこの地っていうものはいわゆるより、えー、真実なるものを求めという、えー、いつも、ね、ユニタイムズで言ってますけれどもそれから情っていうものはより美しいものを求めそして意、えー、というものはより善なるものを求めるように、えー、これなっているわけなんですよもともと人間っていうのはね もう生まれる前から生まれる前からなんですねで生まれたら、まあ、そのために本来は生きるべきなんです人間の心あるいはこの心というよりもこの細胞全てが心を持ってるわけですけども、えー、それらはですねこのもう生まれた時から真理を求め美を求め善を求めるようになってるわけですこれね、えー、でそれを求めようとでその求める目的っていうのは何かその先にあるものは何か 言ったら喜びなんですね人間はこれを追求しこれを実現することによって喜びを得るようになってるわけですよ。喜び。そうするとこう体が元気になってくる健康になってくるということにもなってくるわけですね。ところがこの地位上位にこうした対応したこの真実なるもの美しいもの善なるものっていうこれを体がもうね 求めている心が求めているにもかかわらずそれが抑圧されていくと必ず病気になってくるということが最近ようやくね医学の世界の中でもこの分かってきたわけですね。とにかくねこれがあのもう生まれる前からこれを求めるようになって生まれてるんだということなんですよ。もうこれが非常に重要な観点ですね。もう生まれる前からなんですよ ででそのように存在してるんですこれは誰一人例外なく、えー、みんながそうなんですね。はい、でそういう中で、えー、人間がこのね、えー、真美善というものをまあ、求めるんだけれども、えー、今日までも人類の歴史っていうのがもう何千年ってこうずっと流れてきているにもかかわらずいまだにその真実なるもの美しいものをこの善なるものというですね このいつの時代においても変わらないというそういう基準でのこの真善美あるいはえこの地上意が求めるものこれをえ探し得ていないんですね。でこのまあ原因っていうのはまあユニタイムズでも語ってますけれどもまあ人間の堕落っていう内容の話があるんですね。でそれをまあ仏教ではお釈迦さんが「無明という言葉で 言ってますよねちょっとこの辺書いとこうかな。無明人間はその無妙になったねまあいわゆる無妙っていうのは、えー、無知に陥ったというわけですよ。何の無知なのかここですよね。真実なるものが美しいものが善なるものその絶対的なるものが分からなくなった。 それはの人間の心が求めているもの体が求めているものこの主体と対象この関係そういったもの全てのものが分からなくなったそしてそのことによって人間の苦苦の不幸というものがまあ始まったというわけなんですよねだからあの「生老病死」と言われているものもですねその生まれることの苦しさ老いていくことの苦しさ病むことの苦しさ死んでいくことの苦しさ ここから抜け出すことができないですね。なぜか人間が無知に陥った。人間とは何か。それすらもわからない。それすらもこの宗教は教えることができない。もちろんそれは仏教でも教えることができない。キリスト教でもユダヤ教でもイスラムもあらゆるものでそれの本質を教えることができない。まあそういう風になっている。じゃあなぜ人間が無知に陥ったのか。 そののの原因っていうのは何なのか無知に陥った原因というのは何かと、えー、いうとこれがそのいわゆる簡単に言ったら神との第一原因との因縁つながりですね霊的なものそれとの関係が切れてしまった断ち切れてしまった神とつながっていない人類だというところに、えー、大きな問題があるんですねじゃあなぜ第一原因によって 想像された人間だとするならばその関係がどういうことによって断ち切れたのかなぜその霊的なものを人間がわからなくなってしまったのかなぜなんだろうその原因っていうところにもそのお釈迦さんも行き着くことはまあできなかったわけですけれども、えー、最終的にそれは何かといえば、えー、神と人間との,この断絶ですね 関係が切れてしまった内容っていうのはその本来神と人間というものが愛によって結ばれていかなければならなかったその関係というものがいわゆるその偽りの愛ですね本当の愛ではなくて偽りの愛ま簡単に言ったら自己中心的な欲望によってもたらされた愛によって 人類が実はその出発してしてまったんだということなんですねいやー何のこと言ってるんだろうっていうふうに多分あの思われると思いますけれどもねもちろんこれはもっと詳しくお話ししていかないといけませんけれども、えー、まだまだいっぱいなぜなぜなぜというなぜなぜがいっぱいありますけれどもね、えー、神が創造した第一原が想像した人間その人間が偽りないによって堕落した。 偽りのの愛によっってて堕落したって一体どういういことなの誰と誰がどういうことっていうふうになってくると思いますけどまあこの辺の話っていうのは結構最近ねあのご存知の方もまあ多いと思いますけれどもまあ霊的な存在であったもっと言うならば神によって創造された霊的な存在その神によって創造された霊的な存在の自己中心的なえ動機や愛によって人間の まあ女性としてのエヴァがですねまたこのエヴァも自己中心的なその愛の欲望によってその霊的な存在と結ばれたことによってそしてそれがあいわゆる男性であるアダムに影響を与え,えアダムもエヴァもどちらも自分中心の自己中心の欲望っていうものによって 愛で結ばれれてててそそしこに生まれてきた子供っていうのは偽りの愛によってまあ言うならばこの自己中心的な欲望によって生まれた子供そこには神とつながる因縁っていうものがこう全くないわけですね。そしてずっと脈々と今日までつながってきたのがこの人類の歴史だ これがまあ簡単に言ったらですねまあそういうことになってくるわけですねまあそのようなこのね、えー、ちょっと原因によってですね人間がまあ無名になったことによって人間は幸せに至る道っていうのを失ってしまったわけですねそしてこの人類の長い歴史っていうのをですねこの無名っていう観点あるいはその、まあ、いわゆる、えー、無知ですね、えー、無知無知という観点 からら言うならばね、まあ、これが堕落した状態であるとするならば、えー、堕落した状態ではなくて本来の状態、えー、無明ではなくて明かりを知り、えー、無知ではなくてこのね、えー、知識を得というんでしょうかね真理を得る、えー、そういう存在に、えー、近づいていくっていうんでしょうかね、まあ、本来のあるべき人間の姿に近づいていくために流れてきたのが、まあ、この人類の歴史であった という表現もまあででできるわけですねでそのえ無明に陥りそして無知に陥ったこの堕落したあ人間がですね本来のそのえ喜びを得るための幸せを得るためのその道に行くためにこの知という分野においてこのいわゆるより真実なるもの真理っていうところで人間は本能的に 科学というものをこの追求していくようになるわけですね。これはもう本能的な世界ですね。もう埋め込まれたプログラムされたものですからね。必ずそれを追求するようになってるんですよ。より真実なるもの。そしてえもう一つ、この善という中でですね。より本質的な世界。あるいは宗教だけというよりもですね。哲学。 っていう中で、えー、何何がが善なのか何が悪なののかか悪人間はいかに生きるべきなのか倫理道徳そういったものはですね一体正義とは何なのか、まあ、そういったことを人間は追求していくようになるわけです、えー、そのために、えー、誕生した誕生したっていうんでしょうかねそのためにこのずっと追い求めてきたのが宗教哲学でありそしてより真実なるものを求めるために、えー、求めあの追求してきたのがこれがまあ科学であると。 いうことが言えるわけですですから本来この科学と宗教あるいは哲学っていうものは人間の心が求めるものそれは何かといったら幸福ですね喜びですねそのために最終的にそこに至らないといけないわけですよねこれはねこの喜びの世界あるいはまああの幸福の世界 もちろんそれだけじゃないですね。この自由であり、まあ、平和、まあ、そういうところに行き着かないといけないわけですよ。ところがその本来のなすべき役割使命っていうものをなすことができずに先ほど言いましたように人類に対して大きな罪を犯してきたしそして今日 人類がいろんな問題を抱えてますけれどもそれらを作るようになったあるいはそれらを作っている、えー、原因となっているのがこの科学でであり宗教でもあるんだもちろんこれをあの扱っているのは人間ですからね最終的には人間なんですけども人間っていう中で科学者たちの問題、えー、宗教人たちの問題というものをしっかりとあのもう一度ですねこれを見つめ直していかないといけないわけですね。 特に今あのイスラム国という中での、まあ、問題があの大きくなってますけれどもこれらの背景には最終的にこの、まあ、科学っていうものがあの与えた影響っていうのも当然ありますしそれからその宗教っていうものが、えーまあ、いわゆるその宗教戦争みたいなものですからね本来は、えー、愛を説くそういう存在であるべきものが、えー、争いの原因を、まあ、作っているというですねもうあの話にはならないような。 まあそんな存在あれそんな状態に今、えー、陥ってるわけですね。はい、えっ、ー、とそしたらですねあの前半の方をちょっと一旦あのこの辺で、えー、ちょっと休憩したいと思いますので、まあ、あのもう一度簡単にまとめておきますと、まあ、その科学と宗教っていうものは、えー、本来はその人間がこのもう生まれた時から、えー、プログラムされている。 地位上位というものが求めているもの、神・美・善。これをもう本能的に求めるようになっている。そしてその求めていくその行き先っていうのは人間の幸福、喜びっていうところに、えー、あるということですね。そしてそのために、えーえー、人間が追求してきたものが科学であり、そして宗教、哲学なんだということでしたね。 えですけれども実際の現在のその現状というものはそこに至るのではなくてそのそこに至る道を今あの塞いでいるような状態でもありあるいはその全く正反対なものを結果としてもたらしているそういうこの存在になっているんだということですね。ですのでもう一度本来の役割に。 立ち戻っていかないといけないわけですけれども、ここからあとはですね、少しちょっと休憩して、第2部後半ということでえいきたいと思います。2部の方はですね、8時ちょうどからですね、始めていきたいと思いますので、少しじゃあこの辺りでえ休憩させていただきます。どうもお疲れ様です。